本日はですね、はい、横浜アリーナにご来店くださいましてありがとうございます。空席が2階席も3階席も埋まっておりますけれども笑うとこです。はい、皆さん全力で楽しんでいただけたら嬉しいです。1階のステージがさ、あの1回30分程度になりますが、伸びながら食べながらぜひねお付き合いいただけたら嬉しいです。もちろんねとっても暑いからね、たくさんのね沖縄の素晴らしい風を感じていただけたら嬉しいなと思います。ではでは、まずは1曲目、はい、皆さんがおそらく一緒に歌える曲から三線の花という曲を届けてきたかと思います。ビギンさんの曲です。三線の花という花は咲きませんけれども、おじいの片身の三線が見た家族の風景、そして沖縄の四季を歌っております。ぜひですね、沖縄のね風景を一回感じ取っていただけたら嬉しいです。三線の花
ね、沖縄の歌サーセン使って島根っ子使った歌で知ってる曲聴きたいな。ないですか？ないです。アサド、いや、ユイナ、アサドやりなか、やりましょう。アサドやりなかね。もうこのアサドやりなか他にはありますか？アサドやりなか、じゃあ終わるけど、ダイナミック琉球、中ナミックぐらいでお届けしますね。はい、OK です。皆さん一友達ですけど大丈夫です？リクエストダイナミック琉球ではね、朝とやゆうたからいきましょう。あ、ちなみにそちらのお客様は今日どちらからですか？あ、そうなの？ごめん、やりたいことある。やっていい？バン。ありがとうございます。さすが関西の方、ノリがいいですね。皆さん見習ってくださいよ。後からあれが聞きたかったなとかも聞かないですからね。はい、この朝とやゆうたお届けしましょう。はい、この国際通り、奇跡の1マイル、79年前には地上戦がありました。この国際通りから復興が始まりましたね。沖縄たくさん民謡がありますけれども、この曲が一番有名と言われております。皆さん、この 1.6 キロありますけれども、耳を澄ませば5、6回耳にする一番有名な民謡です。覚えて帰ってください。朝鳥の歌。さあ君は野中の庭の花中、さあ暮れて帰れば屋根掘り引き止め、海よ、海よ、
変なおじさん、変なおじさん、変なおじさん、何の趣味は変なおじさん。
ちゃさん。ねえ、あちらまくまくまとめ。ワンレイスだけを地球に。メラチアマティオガリサー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 ありがとうございます。1回目のステージ最後は挨拶言葉が入った沖縄の歌からありがとうね、ハイサイおじさんという曲をお届けいたしました。ハイサイ覚えてね。はい、2回目のステージもね、